こんにちは、いわき歯科院長岩木正明です。今回はおすすめのインプラントの種類と選び方についてお話したいと思います。インプラント治療を考えている方で、どのメーカーのインプラントを使ったらいいのかわからない方もいると思います。まあ一般の患者さんはわかんないんですけども、歯医者さんによってはですね、ホームページに自分がどこのメーカーのインプラントを使っているかとか、どこのメーカーのインプラントの勉強をしたかとか、どこのメーカーのセミナーに参加したとか、そういう情報を書いている場合がありますので、それがまあヒントになる場合もありますし、具体的にこのメーカーのインプラントだといくらとか値段を変えている先生もいます。ですから患者さんもやっぱり自分の体に入るインプラント、もう100や200世界中でメーカーありますから、どこを使っていいかっていうのが一つ頭の中に入れておいてもいいと思います。以前の動画でもお話したことがありますが、最新情報を含めてですね、もう一回お話したいと思います。今回お持ちした資料は北米アメリカでのインプラントのシェアですね、どのぐらいのインプラントが一番使われているのかとか、そういうシェアの表が入手できましたので、それがこちらになります。まずここに 1,2,3,4 と 10位まで順位がね、ランキングが載ってますけども、このシェアっていうのはすごく大事で、なんでシェアが大事かと言いますと、やはり歯医者さんがみんなそれを選んで使ってる率が高いわけですね。ですからシェアナンバーワンっていうのは、信頼性においてもこれがいいだろうと思ってる歯医者さんが多いということですね。でもう一つは歴史が長いインプラントっていうのが大事ですね。でこの中ではやっぱこのストローマングループっていうのと、2番目のノーベルバイオケアっていうのが一番古い2大巨頭ですね。日本の車で行くと、まあトヨタ日産みたいな2大巨頭ですね。私もこの表にある中でストローマインプラントとネオデントを今メインで使ってますけども、ノーベルバイオケアも使いましたし、アストラインプラントも使いましたし、スリーアイインプラントも使いましたし、メガジェンインプラントも使いましたし、ということで7、8社のインプラントはかなりの数使用してみました。今言ったメーカーはどれが一番悪いとかそういうことではないんですけども、総合的に判断してやはり一番、私に向いているメーカーのインプラントを使用しています。で私が選んだのは1番のストローマンインプラント、ストローマングループの中のストローマンインプラントとネオデントインプラントというこの2種類をメインに使わせていただいています。ノーベルバイオケアもすごく長く使ってたんですけども、私の考えでは表面正常っていうんですか、早く骨結合しやすいという点でストローマンインプラントとネオデントインプラントの方が優れていると判断して現在ずっと使っております。インプラントメーカーの歴史もやっぱり大事で、例えば3年5年前にできたメーカーと50年ぐらい前にできたメーカーでは全然話が違うんですね。なんでかと言いますと、それだけ蓄積した科学的根拠があるんですね。その製品を作るための、その製品を使った方も多くいて長く使われているということで、例えば10年20年経つと結果が良くないなんていうインプラントがあったとしたら、それは改良して現在に至ってナンバーワンのシェアを獲得しているということは、やはり信頼が置ける面が多いと思います。急に最近出てきたメーカーですごいいいですよって言っても、そのメーカーができた年数よりも持ってる方はいないわけですからね。5年前にできたすごいいいメーカーって言っても、そこのインプラントを使って治療して治療期間がですね5年以上あるわけがないので、そういうことを鑑みても、30年40年50年と続いてるメーカーの中でなおかつシェアが一番良くて、なおかつ表面正常が骨結合しやすいっていう点も含めて、いわき歯科医院ではストローマンとネオデントという2社を絞って使用しています。まあ、それ以外のメーカーもダメっていうことではないので、このランキングを参考にして、あ、アメリカではこのぐらいの多さで使われてるんだなっていうことも参考にしていただけるといいと思います。ただここに載ってないメーカーだとちょっと私的にはクエスチョンがついてしまうんで、そのメーカーがダメとは言いませんけども、市場原理っていうのはこういうことなので、あまり使ってる先生がいないメーカーはなくなってしまうかもしれないし、そのメーカーのそのタイプのインプラントがなくなると、それに付随するパーツやなんかも何年後かに供給できなくなってくる。そうすると5年10年経った時に、そのインプラントが何かトラブルがあって修理しようとした時にパーツがないので治療できません、外さないとということになっちゃいますので、そういう意味では安定して長く存在しているメーカーのインプラントを使うことを強くお勧めします。おさらいですけども、まあ、私の推奨するインプラントは先ほどお話ししましたけども、インプラントの種類がいいから腕がいいというわけではありませんので、まず第一は担当の先生との人間関係、よく話を聞いてくれるのか、もしくはよく自分の CT なんか見ながらですね、ご自身の治療計画について細かく説明してくれるのか、そしてその先生が信頼できてそこで治療しようと思うのか、
そこがもっと重要ですので、それプラスインプラントのメーカーなんかも頭に入れておくといいと思います。このチャンネルでは歯に関する悩みを解決する動画を配信しています。いわき歯科医院ではインプラント手術を大変多く手掛けていますので、インプラントについて興味がある方や気になっている方は概要欄の URL から無料カウンセリングにお申し込みください。個別に丁寧にご説明したいと思います。今回の動画が気に入りましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科医院長、岩木正明でした。